桜井線。桜井線は、奈良県奈良市の奈良駅から、奈良県大和高田市の高田駅までを結ぶ、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。2010年3月13日から、万葉真掘場線、万葉真掘場線の愛称が使用されている。桜線、万葉まほろば線は、全線が奈良県内にあり、起点の奈良駅で、 関西本線、山和寺線、終点の高台駅で和歌山線に接続している。開業時は、大阪市、京都市などから、柏原市、桜井市、天理市方面へ向かう重要な交通機関として位置付けられていたが、近畿日本鉄道、近鉄の前身である、大阪電気軌道及び、奈良電気鉄道によって、現在の近鉄大阪線、京都線、柏原線、 天理線などが建設された。天理線は、天理京弁鉄道が建設したものを買収ことにより、利用客の多くはそれらの路線に流れた。そのため、当線は、ローカル線の趣きが強くなっている。特に、近鉄大阪線と完全並行する桜井駅、高田駅間は、利便性の面で近鉄に劣ることもあって、利用者が少ない。しかし2004年に、 近況駅近くにオンモールかシハラが立地したことにより利用者が増えている。近畿統括本部が管轄する奈良駅を除き、全線が大阪市社の王子鉄道部の管轄であり、旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び IC 乗車カード、愛国家エリアに含まれいる。2014年度から導入された路線記号は U。 2009年11月時点では、路線相性はなく、旅客案内上でも正式路線名がそのまま、使用されていたが、2010年に、平城線と1300年祭や、奈良デスティネーションキャンペーンといったイベント開催される、ことから、より親しみを持ってもらえるように、相性名を公募していた。先行の結果、沿線に、日本最古の歌集である、万葉集に多く読まれた。 名所、旧跡が点在していること、マホロバは、奈良を連想させる言葉として、全国的に広く浸透しており、沿線のイメージと重なることから、万葉マホロバ線に決定した。愛称は二0 1年三月十三日のダイヤ改正から使用されている。沿線には、万葉集に読まれた名所や史跡が多く、車窓からは、三輪山や大和三山と散々を望むことができ、奈良駅から、 桜井駅までは山辺の道、山の辺の道に沿っている。高架駅の奈良駅を出て、関西本線、山和寺線と分かれ大きく、左にカーブし、奈良県道754号を渡ると地上へ降りる。右にカーブする、曲線部に京舘駅があり、南下を始める。長い下り勾配を降りると大会駅、そこからほぼまっすぐに進むと、市の本駅である。 一の元駅を出て、すぐに、西名阪自動車道を潜り、右手に広い留置線が見え、天理市の中心部、高架駅の天理駅に着く。近鉄天理線との接続駅で、近鉄天理線とは直角方向に位置している。日本で唯一宗教団体の名称が自治体名となっており、駅周辺にも天理教の施設が多くある。駅構造は、島式ホームに面に線であるが、 通常は東側の一面2線しか使用されておらず、西側の一面2線は団体列車または留置線の入りで区に使用されている。天理駅を出て、高架を降りてしばらく南下すると、長らぎ、柳本駅、牧向駅と続く。牧向駅は左カーブの曲線部にあり、駅の目の前は山大国の宮殿であった可能性のある牧向遺跡がある。 現地説明会が行われた際には多くの考古学ファンが詰めかけた。薪向駅から緩やかな下り勾配を進み、右手に大きな鳥居が見えてくると、三輪駅に至る。大宮神社の参道が駅前まで続いており、特に年末年始は多くの初詣客が訪れる。大和川を渡り、中和幹線を潜ると、やがて右にカーブして、 近鉄大阪線と鋭角に交差すると桜井駅に着く。近鉄大阪線との接続駅で、かつては近鉄との共同使用駅であったが1995年に改札が分離されている。日中の奈良方面からの列車の半数はこの駅で折り返している。桜井駅で南下を終えて、ここから先は近鉄大阪線と並走して精神する。右手に、 近鉄大阪線が見えるが、住宅によりその景色が遮られると、かぐやま駅である。駅のホームからは、山と三山の一つの天高山が見える。その先で、国道165号と交差して、左手に広大な空き地があるが、これが日本史上最初で最大の都城である。藤原系跡で、当線はその北端を走る。右手には、耳なし山が見え、 国道165号を高架で越えると、相対式2面2線のうねび駅に着く。うねび駅は、柏原市の島市にあり、柏原神宮や神武天皇陵の最寄り駅であったため、参拝する皇族のために、駅舎内には、貴品室が設けられている。現在は閉鎖され、公開もされていない。かつて、うねび駅からは、近鉄吉野線の急線でもある、小房線が分岐していた。 うねび駅を出て、すぐに、近鉄柏原線を越えると、精神を続けると左手に、うねび山が見え始め、奈良県を南北に貫く、国道24号、柏原バイパスを高架で越えると、4モール柏原の最寄り駅近京駅、そして右にカーブしながら、進路を北に変えると、左手から、和歌山線から合流してきて、終点の高田駅に着く。なお列車は、大半が、 和歌山線、王子、和歌山方面に直通する。日中の運転本数は、奈良駅桜井駅間で1時間に2本、約30分間隔。桜井駅高田駅間は1時間に1本である。奈良駅桜井駅の区間運転のほかは、基本的に高田駅から和歌山線に乗り入れており、日中には、高田駅で折り返して、和歌山方面へ直通し、朝、 夕方時間帯には王子方面へ直通する。朝ラッシュ時には奈良駅から桜井線、万葉真幌場線経由で JR 南場駅へ直通する快速が運行されている。かつては定期列車として奈良線からの直通列車が運転されていたが、現在は運転されていない。基本的にはワンマン運転だが、朝ラッシュ時、山線直通の快速を含むや、 大宮神社の月次祭など、沿線で催し物が行われる場合には、車掌乗務で運転される列車もある。近年、運賃箱があるものの、一般的なワンマン運転とは違い、運転士による運賃収受の確認は行われない。また、友人駅以外でも全てのドアが開く駅がある。天理駅構内北側に留置線群があり、口日の天理林といった、 団体列車の留置などで使用されていたが、団体列車の設定が減少したため、かつ2008年の大阪東線開業に伴い、奈良電車区、現、多層合車両所奈良市所での夜間留置車両が増加したため、非電化であったこの留置線群を電化して、夜間留置している。このため、早朝、深夜に、イリデクのために、天理駅発着の回送列車が設定されいる。 天理教の祭礼があるときは天皇寺方面からの臨時列車が運転される。主に大和寺快速や快速の延長運転の形で設定される。以前は奈良駅で車両の切り離し、連結を行い、当線内は2両編成から4両編成で運転されていたが、現在では車両の切り離し、連結作業は行っていない。天理行きの列車のダイヤは、 祭典の開始に間に合わないため利用者が少ない。また帰りの列車は祭典が終わった後に設定されているため一定の利用者がいるが定期列車にも分散するため混雑するには至っていない。天理教の祭礼に合わせて天皇寺方面からの臨時列車のほか日本全国各地から天理駅へ向けて天理林と呼ばれる団体列車が運転され、 この時に限り普段地元では見ることのできない車両をおることができる。しかし、これらの設定は減少傾向にあり、関東からの天理便は天理発2011年1月26日を最後に運転終了となった。また、沿線でラジオウォークなどのイベントや遺跡などが発掘されると駅員を派遣したり臨時列車を運転することもある。普段は、 物静かな駅が突如として、現地説明会に向かう乗客で溢れ返ることもあり、1998年1月に、柳本駅近くの黒塚古墳で33枚の三角円新住居が発見された時は、臨時快速、停車駅、奈良、天理、柳本、三輪、桜井、高田が13往復運転され、2日間で2万人が押し寄せ、 駅や列車がらシし並みに混雑したという。また、2009年11月に、桜井市の巻向遺跡で、山大国の宮殿だった可能性のある、大型建物跡が見つかった時にも、臨時列車の運転が行われた。2010年秋までの春、秋降落時の土曜、休日に、奈良万葉レジャー号が、大阪駅から奈良駅、桜井線経由で、高田駅まで運転されていた。 大阪環状線、大和寺線内は、大和寺快速、または快速に並結して、奈良駅で分割を行い、桜井線内は、臨時列車として運転されていた。大阪側の初駅は、年度やシーズンにより、大阪発もしくは、JR 南波発、または、両駅発と異なっていたが、2009年3月以降は、大阪発のみが運転されていた。 2006年3月のダイヤ改正で JR 南波発のみとなったが、2007年3月のダイヤ改正では数本ではあるが、大阪発の列車も設定されていた。以前は大阪駅奈良駅間は定期の大和次快速、奈良駅高田駅間は臨時普通として一往復の運転を行っていた。2010年度は再び大阪発と JR ナン発が設定され、さらに、 桜井発奈良経由 JR 南場行も設定されている。2009年度までは山の辺の道レジャー号として運転されていた。大晦日から元日にかけて終夜運転が奈良駅桜井駅間で約30分間隔、桜井駅高田駅間で約60分間隔で行われており、多客に対応するため全列車に車掌が乗務している。なお、 桜井線からの直通で行われていた和歌山線、高田駅王子駅間の終夜運転は2017年の大晦日をもって中止となった。また、正月三が日の日中には奈良駅高田駅間に臨時列車が1時間あたり1本運転され、1時間あたりの運転本数は奈良駅桜井駅では3本、奈良駅高田駅間では2本となっている。なお、 臨時列車運転のため、おおむね9時から17時30分の間は、列車の時刻が変更され、多客対応のために4両、または6両編成で運転して車掌が乗務している。ほか、通常ダイヤでは、高田駅から和歌山線に直通する2両編成の列車は、桜井線内の混雑に対応できないため、高田駅で、系統分割を行い、和歌山線に直通せずに、高田駅で折り返す。 105系のほか、221系が運用される。すべて電車が使用されている。113系は、電車、他は、軌道車。電化後普通列車は、電車での運転となったが、急行には、軌道車が使用された。奈良駅桜井駅間は、京都駅奈良駅間を営業していた。奈良鉄道によって、桜井駅高田駅間は、港町駅。 現在の JR 南場駅奈良駅間などと共に、初代大阪鉄道によって開業した。両社の路線は、関西鉄道に譲渡された後国有化され、後に、現在の JR 西日本の路線となっている。友人駅は、奈良駅、天理駅、桜駅、高田駅、桜駅のみ、JR 西日本交通サービスによる、京無委託駅、それ以外は、 JR 西日本直営駅のみで、その他は無人駅である。無人駅では IC カード専用の簡易型自動改札機及び IC カード対応の自動券売機が設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。